まあ、現状下位ながらも浮上の道筋が見えつつある両チームです。その道をはっきりと視界に捉えて力強く歩むための結果、ミケルアグ、それから長野が両隣というダブルボランチ北九州。森が内側、田中も内側、その田中を使う。田中反転クロス、塩浜コントロール、塩浜左足マイナスの折り返しは吉永、池高がここは絞って対応です。リーダー足ドーハナ打つ、フリックはリフレクションありましたが、まあ、何かこの右のセンターバックのドーハナも出てきてのシュート、与田監督の前へゴールへという頭越しでドーハナにつけます。右のサイドでは柴田が浮いている。柴田、流れたの塩浜、そのスペース空いた森コーター、森の流し込み、幸恵出てくる、幸恵ひろと3戦連発、今シーズンのホーム初ゴール。塩浜が空けたスペース、森コーターが出てきて、まあ、幸恵の真骨頂でもあります背後への抜け出し、最後は思い切ってサイドネットに突き刺してみせました。今日勝ちますと今シーズン初の連勝、そして今シーズン初のホーム初勝利ということになります。うん、奪い返す吉永、中央の行方ワンタッチで柴田へ、柴田行く、仕掛ける、柴田の左足、ここはグッドセーブ、こぼれ球、田中もう一度前川、幸恵が守備寄せていきます。ホームラン飛ばして息長いボール乗せ落とした、前川が打つ、同点、一本のロングボール乗せが落として最後前川、このホームランの長いボールからでした。乗せが落としてセカンドボール、前川タイガー、まあ、ちょっと福島が守備で前から行こうかというところで、まあ、全体的にラインが上がる、ちょっと間延びをした中で長いボールが効果的に効きました。本村、ここで長いホイッスルです。